あ、いや、久しぶりだね。こんな夜のコンビニで出会えるなんて思ってもいなかったよ。ああ、突然話しかけられてびっくりしちゃったかな。私だよ。ああそんな気まずそうな顔をするな。せっかく会えたんだから、ゆっくり話そうじゃないか。ほら、そこに腰掛けてくれ。 じゃあ改めて。久しぶりだな。君とこうやって話すのは別れてあ。いや、君が私から逃げて以来だな。あの時はびっくりしたよ。突然別れたいなんて言ってきて。君が去る姿を追うことができていれば、この2年間を無意に過ごさなくて済んだかもしれないのにな。 ああ、そうさ。この2年間、ずっと私は独り身だ。君が、私をメロメロにしたからな。君のことが忘れられなくて、他の男なんか、見向きもできなかったよ。なあ、なんであの時、私から逃げたんだ教えてくれよ。私、ずっと寂しかったんだ。 な私のファンクラブから脅されたと。別れなきゃ君の妹さんにひどいことをするって言われただと。それは、すまなかった。確かにそんなことを言われたら、別れざるを得ないよな。 あいつらのせいで私は。いや、考えるのは後にしよう。私の家って、権力があるからな。あいつらの家は、全部潰してやるさ。私と君の大事な二年間を奪ったんだ。絶対に許さない。君も安心してくれ。 もうあいつらが手出ししてこないようにするからな。君に辛い思いをさせていたのに気づけず君を責めてしまってすまなかった。先輩は悪くないですよって。君って人は本当にお人よしだな。なあ、よかったらなんだけど、もう一度私と仲良くしてくれないかい 君と過ごすだけで私は幸せなんだよ。友達として、頼むよ。友達ならいいですよ。か。<laughs> 本当か <laughs> 嬉しいぞ。<laughs> ああ思わずテンションが上がってしまったな。私としたことが。<laughs> 少し話をしていたし。 体も冷えてきたんじゃないかいせっかくだし、温かいものでも私の家でご馳走しよう。なーに、遠慮するな。ここは先輩に花を持たせてくれ。うん。じゃあ、私の家に行こう。いらっしゃい。君は一回だけ来たことがあったよな。 あの時と比べて賑やかになっただろうとは言っても、全部君とデートした時に買ったり取ったりしたものだがな。<laughs> とりあえず、温かい紅茶でも準備するよ。待っててくれ。お待たせ。はい、紅茶だよ。美味しい <laughs> よかった。 君のその穏やかな笑みが見られただけで、私は幸せだよ。<laughs> そんなに顔を赤くして、うぶで可愛いな、君は。<laughs> あ、ああ、そうだな。友達だから、これ以上はいけないよ <laughs> そういえば、君は最近どうしていたんだい え働いてるのかいどこでだんー、なるほどね。大学には行かなかったのかい父が亡くなって妹を養わなければならなくなったか。すまない。ぶしつけだったな。君は、そんな中頑張っていたんだな。 私かいそうだな。あそこの大学で、ぼちぼちやってるよ。あれ君にモデルやってることを言ってたっけああ、仲間から聞いたか。なるほどね。まあ、母の会社を継いだし、趣味程度だけどね。何俺にとって先輩は、 高嶺の花となっちゃいましたねって。君、そういうことは冗談でも。なんだいその辛そうな顔は。どうかしたのかいえ帰るちょっと待ってくれ。俺は先輩といていい人間じゃないちょ、ちょっと待って <laughs> 逃がさないぞ。 何勝手にこの家から出ようとしてるんだ。<laughs> ダメだ。離れないよ。なあ、私が君に一緒にいちゃダメなんて、言ったことあったかないよな。私は、君がいなきゃダメになってしまうんだよ。君がいなきゃ生きる意味なんてない。 大好きで愛してる人をそう簡単に手放してなるものか。俺よりいい人はたくさんいる先輩には、もっと素敵な人と出会って幸せになってほしいうるさい、うるさい、うるさい。君がそんなことを言うたび、私の胸がキュって締め付けられておかしくなってしまう。なあ、頼むよ。 私とよりを戻してくれ。君を養うからさ。なんなら妹さんも、いや、君の実家も養うから。私のあり余っているお金を君に一生見継ぐからさ。仕事も辞めてくれて構わない。だから一生、私から離れないでくれ。先輩の足かせにはなりたくないって。君はいつも、 自分のことをないがしろにするよな。君は、私といたくないのか一緒にいたいけど先輩に俺はふさわしくないからって。<laughs> ふざけるな。なあ、君が私から離れると、私死ぬぞ。いいのかそれは嫌だってならなんで ああもういい話しても無駄なんだな。こうなったら、君の体に分からせるしかないよね。私には君しかいなくて、君には私しかいない。絶対に逃げられないことを教え込まなきゃ。なあ。 好きなんだ、大好き。愛してるんだ。だから、いいだろう。君をベッドで、めちゃくちゃにしても、いいだろう。既成事実を作ったら、君は私から離れられなくなるな。 安心しろ私は君を生涯守るからな君は私の腕の中で安心していてくれよ <laughs> ああもう暴れるなおとなしくしろ <laughs> 君の体を持ち上げて <laughs> ベッドにドン <laughs> 君をベッドに押し倒してしまったな。君の心が、もう一度私に向いてくれるまで、たっぷりと君を貪るからな。愛してるぞ。